風が出てきたか。ありゃ、旗竿が。ん？どうかしたか、カント。いえ、今旗竿が風でポキッと。こりゃ少々縁起が悪いなと。細かいことを気にするやつだ。戦場でのお前とは別人だな。心配いらねえぜ。風がどう吹こうと、俺たちはそれに負けねえ勢いで突っ走ればいい。なあ、ケン。ええ、今は我ら烈風となって流氷を撃つのみ。大丈夫よ。父様も兄様たちもみんなも強いんだから。はあ、まあ皆様がそうおっしゃるのなら。うん、お前の働きにも期待しているぞ、関東。はあ、本家の虎たちよ、この層が流氷に見舞ってやり。まずは眼前の敵将兵を叩く。皆気を抜くなよ。剣は西の門に当たれ。お前たちの働き期待しているぞ。敵を押し出すぞ。俺たちは強い。そして今
玉璽だって持ってる。なら天下を取ってもおかしくねえ。なんで親父はそうしないんだよ。あとは常用場を落としたのだ。敵軍
までか。なんてこった。やっぱり今日の風邪は。そんな、父様が死んじゃったら。そう簡単に殺してくれるな。父上。まさかこんなものに命を救われようとはな。落葉で拾った玉児ですか。しかし勝ちに浮かれて増兵の矢を受けるとは。俺も衰えたか。策。孫文代は今ここで死んだ。これより即興はお前が束ねろ。ちょ、何言ってんだ親父。明日を開くのは若き者の役目だ。思うままにかけてみよう、策。